自由曲いきますか。じゃあ僕からですか。またじゃんけんしますか。じゃんけんしますか。じゃんけんしましょうか。誰から番号を決められる、そうですね、はい、最初はグーじゃんけん、はい、あいかでしょ、あいかでしょ、勝った。あ、すずさん、僕ね2番手。あー、1番、どっちもやだな。最初はグーじゃんけん、ほい、下野さん1番、下野さん1番、うん、僕最後です、はい、さあ、ごめん、曲のタイトル、はい、自由曲なんですよね。曲のタイトルですよ言ってください。曲のタイトルは、お米と私と私。おー、いいね。私2人で来た。これ一体どういうことなのか。よし、じゃあ、下野さん自由曲です、はい、お米と私と私です、どうぞ。なんか聞いたことあるっぽい。おやや、これは誰がどうやったとこで、これは火傷ですぞ。もう諦めましょう。痛いですぞこれは。ありがとうございました。素晴らしい。いや、私が二人見えた。ありがとうございました。すごいですよ。いや、最後のお米の部分がちょっとどうしようかなと思いましたけどね。素晴らしい。揺らぎが見えた、ね。じゃあ続いて鈴村さん。どうですね。そうですね、僕の大体こういうか、あの消火器ってドンキじゃないよそれでは参りましょう。大事ですね。鈴村さんで消火器ってドンキじゃないよ、どうぞ。消火器ってドンキじゃないよ、そうそう、それ見てて火を消すの、お前の魂の火を消すな、それがお前の歩む道話しようたね、この人、はい、すごいですね。同時に行けるんです。今ディレクターから、すごいですね。弾き語りですよ。弾き語りですか。新しいスタイル。いやー、斬新。いや、これ高評価です。あー、これは高評価だな。さあ、じゃあ寺島さんは、あの後あと何人でも、さあ、やりづらいと思いますが、タイトルを、タイトルまず寺島さん、しましまグリーンいいタイトルですよ、しましまグリーン、お願いします。完全に目に入っただけだなどうぞ。しましまグリーンのあいつはメガネを一つしか持ってない。